どうも、3度の飯よりバルサ好き、レオザフットボールです。なんで今回戻したかって言いますと、バルサの試合が久々にあって見たからですね。4-0 の素晴らしい勝利でした。おめでとうございます。嬉しい。というわけで、今日はですね、皆さんのコメントを答えつつ、バルサの試合の、見るべきポイントみたいな僕が思ったところを、後々解説したいと思います。それでは行ってみましょう。レオザフットボールの質問コーナーだ。初めて言いましたけどね。ですね、実は今回ですね、シュバインシュタイガー100億もかかってないだろうって言われちゃって、またやっちゃったわけですけど、僕。そうなんですよ。シュバインシュタイガーを取った時期ですね、マーシャル取ってまして、そこの移籍金が僕の中で100億が、シュバインシュタイガーで、こんな高い金取ったのってなんか勝手になっちゃってたんですけど、そのシュバインシュタイガーの移籍金をいろいろちゃんと調べたらですね、最初に27億って言われてたんですよ。ただそれがですね、向こうのチームって、こう移籍金のお金が、その育成クラブに何パー入るみたいな契約が出てて、その契約から逆算しますと27億と言われた移籍金も実は12億ぐらいだったらしいんですよね。なんかすごい、なんですかね、安い価格で言ってたみたいな。ただ最初に言った金が大きいからそういう感じになってますけど、シュバインシュタイガーのちょっと怪我がちなところだったり、年齢からするとそれでも高いかもしれないっていう話が出てたりとか、今ちょっとユナイテッドでね、シュバインシュタイガーそんなに活躍できてないんで、その辺とかもちょっと議論の的になってるようですしね。シュバインシュタイガー非常にダイナミックな攻撃をできる選手ってことだったんですけども、どうしても何ですかね、昔のビエラ的なドリブルで持ち上がるところだったりとか、カットインしてシュートみたいな、サイドでやってこのプレーとか、そういう何ですかね、チームを引っ張るプレーっていうのがやっぱチーム状況が悪いのもありますけど、なりを務めてますし、あとちょっと守備が軽いですね。ちょっとドリブルとか相手にプレスをかけた時にちょっと抜かれやすいかなとか、この間まあ相手がアザールだっていうのもあるんですけど、チェルシーのタレント揃ってるところだってもあるんですけど、もうちょっと何ていうんですかね、相手に寄せに行くタイミングとかを、相手が後ろ向いてる時に寄せに行ったりとか、そういうところをちょっと、まあ、バイエルの頃僕ちゃんと見てないんで分かんないですけど、もうちょっとちゃんとしてくれたら、中盤の守備もっとシュナイデルラン一人だけが負担背負わなくていいのにとか思ったりしますね。まあキャリックが戻ってきたりとかするんで、ユナイテッドの陣容は熱いと思います。あとはどれだけファンハールが続けるなら立て直せるかどうかだと思います。というわけで、行ってみましょう。今日の質問のやつをポンポン答えていきたいと思います。まず1人目、ケイタロー3163、バルサが将来のネイマールがシティ移籍を否定しなかったことについてどう思いますか。バルサの、ネイマールが将来のシティ移籍を否定しなかったことということですかね。こちらですね、ネイマールとしましては、まあ、ずっとバルサみたいなことはもう軽々しく言えないっていうのもあると思いますね。まだだって23か、そのぐらいのすごい若い選手ですし、監督によってだったり、メッシがいなくなったり、ブスケツがいなくなったら、状況は変わりますんで、むしろ何年も何年も、クラスの選手が同じチームにいるっていうのは、今ね、移籍すると給料が上がりますし、まあ、なんですかね、変にリップサービスしないだけ僕はいいと思いました。というわけで続いていきましょう。チャポリューさんでよろしいですかね。一番好きなサッカー選手は誰ですか、というわけでですね、引退した選手もいいんだったらルイス・エンリケとかプジョルですかね。今ですと見てて、ああこの選手楽しいな、勉強になるなっていうのはやっぱりブスケツ、MSN しかりですし、あとリバプールですとコウチーニョ、アーセナルだとエジル、ユナイテッドだとルーニーとか好きですね。ルーニー、まあいっぱいいますね。この選手どうですか。あとアセナとコクランですね。コクランがすごい好きです。マンチェスターシティだとデブライネの最近のクロスとか見てると、あベッカム見てるみたいで、僕ベッカム大好きだったんで、すごいいいなって思いますね。まあ好きな選手ちょっと多すぎてあげれません。続いていきましょう。AOI チャンネルさん、マンユが武藤を狙ってるらしいのですが、実現するのでしょうか。もし移籍したら活躍できるでしょうか。香川のようになりませんかねって言ってくれて、まあ前も答えた質問なんで、ちょっとチョークしながらになっちゃうんですけども、ファンハールがいるうちは、迂闊に行かない方がいいです。どの選手も、どこで干されるか分かりませんし、ラムも言ってましたけど、いろんなね監督とうまくいってるラムですけど、ファンハールだけは難しかったって言ってるぐらいなんで、それで言葉もできない日本人が言ってって危ないと思いますんで、武藤というか全選手満員に行くのは気をつけろって僕は思いますね。続いていきましょう。サッカーヒューマさん、僕はジョルディ・アルバが好きです。レオさんどう思いますか。またハメスの満員移籍はどう思いますか。まあハメスの満員移籍に関しては、今の満員に行くのは気をつけろっていうことなんですけど、もう一つ、僕はジョルディ・アルバ好きですが、ジョルディ・アルバいい選手ですね。昨日の試合見てても思ったんですけど、やっぱり攻撃参加のタイミングだったり、ショートパスの精度だったり、メッシが、逆サイドにビュンって通すパスで、ダイレクトに折り返す、ジョルディ・アルバの、そこの能力だったりとか、センターバックがスライドした時に詰める能力だったりとか、ジョルディ・アルバもバルセロナにとってっていうか、今世界的に見ても最高のサイドバックだと思います。左サイドバックではジョルディ・アルバ
アルバと似てるアラバ、バイエルミュンヘンですね。それとあと今のレスターシティのまだまあちょっと荒いプレーもちょこちょこあるんですけど、ものすごい、セットプレーというかクロス、速いクロス入れれて、ロングスローも得意で、あの守備でも体を張ってくれるあのフートスっていう選手がいるんですよ、レスターシティに。それからそこは最近レスターシティの試合を見てるんですけど、あ、すごいいいサイドバックだなって思いますね。なんで好きなサイドバックいろいろ発表したんでしょう。というわけで続いていきたいと思います。ステラファンタジスタさん、あ、ファンタジスタ、ステラ読んでるんですかね、僕もファンタジスタ、ステラは読んでないですけど、その前のファンタジスタ漫画読んでました。インテルの躍進の要因は何ですか。僕ですね、セリアだけ全然見てないんですよ。ハイライトぐらいしか見てなくてですね、なんででしょうね。日本人がいるミラン、は見てるんですけど、なんかプレミアとかリーガみたいにカラッとした気持ちになんないんですよね。なぜ、まあ守備の文化の国だからってことなんでしょうか。でもやっぱりその中でもやっぱり若手のセンターバックのバルセロナも狙ってるって言われてるんで見てるんですけど、ムリーリョっていう選手と、あとアトレチコで活躍したミランダ。僕アトレチコでそろそろ衰えたから放出されたなと思ったんですけど、インテル行ってやっぱすごいですね。守備の安定感がミランダいるといないとでは全然違いますよ。なんでそこのセンターバックが安定してるっていうのはすごい強いんじゃないでしょうか。やっぱセンターバック、本当に重要なポジションです。ワールドカップ制してる国もそうですし、ヨーロッパで上位を取る国もみんなセンターバック安定して、まずはセンターバックからだと言っても過言ではないでしょう。センターバック、ゴールキーパー、ボランチ、そこの、センターラインを安定させること。今のバルセロナもやっぱ MSN に興味が行きがちですけど、マスチェラーノ、ジェラール・ピケ控えで出てきた昨日のフェルマーレンとか、マテューだったり、あと、まあ、ブスケツはもう当然いますし、やっぱセンターラインが本当に、ブラーブも安定してる、手足手もいる、本当にセンターラインを安定させることが、非常に今の現代サッカーで重要なことだと思います。というわけで昨日のバルセロナ試合見るべきポイントをこう、ボードにしときました。はい、うわ消えてる。書いといたやつ消えてる。思い出せるかな。やばい、いやクッションの下に置いといちゃったからやっちゃったな。まあしょうがないか。ちょっとすいません、ちょっと一回ですね、ちょっと書き直すんでごめんなさいね。ちょっとポイントですね、1点目は正直ゴールキーパーが出てきたとこメッシにぶつかって、あれはファウルじゃないと思いました。 PK はちょっとちょっとというかだいぶバルセロナ寄りだと思います。そんぐらい、バルセロナの圧力なのか、レフェリーの誤審、単純な誤審なのか、もしくは、メッシっていうのはいつも倒れない、選手なんて倒れた時に向こうがファール捉えがちなのかっていう、そういうところあるんですけど、昔ガリー・ネイビルがインタビューっていうか番組で言ったんですけど、審判のインタビューの時間終わった後作るべきだと思いますね。ああいう時にどういう風に見えたからああいう判定したのかって、そうしないと何ていうんですかね、審判に人間味を出すっていうのはやっぱりその必要なことだと思うんですよ。その後の批判を避けるためっていうのもありますし、あの位置からどう見えたとかそういうの分かることによって、あのファンの人の理解も得られるんで、まあそんな1点目の話を置いときまして、2点目はもうメッシなんで、もう当然すごいなっていうところなんですけど、特にすごかったのは3点目ですね。こちら3点目のシーンを分かりやすく書いてみました。これマがマテューですね。でちょっと薄くなっちゃってですけど、ここがスっていうのがスワレスで、ネイマールセルジロベルトがちょっと下いて、ここをちゃんと、ベティスの選手がこうバイタル埋めようとしてこうジャーって戻ってきてましたね。その時にマテューが少しマイナス気味のパスをスワレスにこう送ったんですよ。このラインのところですね、消えかけてさ、そしたらこれがですねスワレスに行かないでこう逸れちゃったんですね。逸れた時にちょうど相手のこうディフェンダーがいるところに、今度マグネット買いますね、ここの相手のディフェンダーがいるところにこう行ったんですけど、ここで一旦こいつに戻して、この選手に戻して、さあこっから立て直そうっていうところで、だってみんなもねこうラインを上げてこの選手たちがいなくなって、ここにみんなバーって来たんですね。でその時にすごいのはここでブスケツ登場ですよ。ここにブスケツギュイーン来て、ドーンとブスケツが来たと。ここでですねセルジロベルトもここでプレス行ってるんで、ここでボールを取って、でここであれなんですよ、スアレスがこっちにこう走り込んで、スアレスがこう走り込むわけですね、こっちから。この時にね、ここのディフェンスライン上げてなかったんですね。ここをですねちゃんとこのサイドバックとかボロ、カバーに来たボランチが上げてる時にちゃんとここのセンターバックも上げてたら、オフサイドラインがここに設定されたんで、あのゴールはなかったけど、ここでブスケツが取ったボールをビューンってやってスアレスが決めたんですけども、ここをちゃんと上げきれてたら、ここのスアレス向こうにできてたんですね。まあここは一つのここのミスと、ただ寄せに行った時にすぐこのプレービジョンが見えて、すぐパスを出せるブスケツ、またここでこの打つ選手、この位置をカバーしたブスケツがここが取りどころだってことで、すごい勢いでこう一瞬でバッて上がっていくんですよ。
これが今のブスケツのですね、もう新しい皇帝と言われるゆえんなんですね。それが一つ目、すごいポイントと、もう一つ目ですよ、最後のこちらの4点目、これがですね、ネイマールのもうその何ですか、ネイマール MSN 技術からもうそのもう天才的な能力が開花していることから、メッシ頼みじゃなくなった、一つバルセロナがまたレベルアップしたって僕のこのハイテンションの理由なんですね。それどういうことかと言いますと、ここでですねアドリアーノから、パスを受けたスアレスが、アウトサイドでこっちネイマールにショートパスを送るんですね。送った後にスアレスこっち走る、こっち走った、でもネイマールは後ろ向きでボールをもらったんですよ。後ろ向きでボールをもらったってことは単純にメッシが前向いてフリーですよ、ここにこいつが寄せてないんで。なるとこう言ってこの矢印の方向ですね、こっちにパスさせてメッシのズドン、この矢印書いてあるんですね。こうなるところがネイマール後ろ向きの状態でなんかマルセイユルーレットみたいな感じでいい感じでこっちにパス出します。ここでスアレスと待ち合わせしててドーンですよ。こんな普通考えられないですよ、このプレー。ぜひともハイライト YouTube で見てください。そしたらもうこれわかるんで、ここ出したら普通こうで、もうメッシだしネイマールメッシよくパス出してこっちでしょ。これをネイマールの技術があって、スアレスとの メッシがいない間の連携があって、ここでくるんってパス出したらスアレス走ってるでしょと。これがですね、もう相手で言うんではメッシに来るのかスアレスに戻すのかって分かんなくなっちゃってるんですね。これがもうメッシ依存じゃなくなった攻撃のワンステップ上がったバルセロナです。どうだ、すごい嬉しいな。ただ1点目のその誤審がなかったらどういう流れになってるか分かんないですし、相手のキーパーめちゃくちゃ良かったです。相手のゴールキーパーがめちゃくちゃ当たってたんで、スアレスとかネイマールとかメッシがみんなちゃんと端の方を狙いすぎて何回もポストに当ててました。そんぐらいやっぱキーパーっていうのは重要なポジションだとも思いました。というわけで今日のレオザフットボールはこのぐらいです、このぐらいですが、ここまでです、明日も見てください、バイバイ。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。